中ヒッチハイクしてくるわ。ちょっと待ってね。いやここさ、ここさ、あれなんさ、ちょうど高速入れるとこから今しかない。てかここで捕まえなきゃやばい。こんなままで鹿児島行けんのか。ここで作戦変更。ここ結構その東京方面を行く一般道で行く方が結構通るし、信号も止まるから、信号止まったらもうあれだよ、なんつう、相槌じゃなくて目で訴えかける作戦変更。これで行かなきゃやばい。ここで止まってちゃう俺は進めない。やばい、やばいんだけど、マジでやばいんだけど、全然捕まんない。1時間くらい今ヒッチハイクそのボードでやってるけどできないから。ヒッチハイク舐めてたわ。そんな止まんないもんか。そっか、止まってくんないかなって。とりあえず先進みたい。マジで なんでこんな車いんのに。ヒッチハイク場所変えてもう一回ヒッチハイクしてます。さっきの方は大学生か何かですか。東京お台場来ちゃった。ヒッチハイク成功したよ、やっば。しかもね、2台止まってくれた大学生たちと耐えてる方、女性の方がもう2人止まってくれて、やば、乗せてくれた。お台場までちょっと東京少しぐるりしたいな、せっかく来たから。方の方が多いと思います。もう一回スローできます。スローだとマジで見えます。種明かししました。不思議かどうかじゃなくて、すみません、そこでコインがチャリンって練習しなくてやめてくださいね。OK です、ありがとうございます。皆様のみ拍手お願いします。皆さん見えますか。見えます。やばい、台場に来たのはいいものの、今駐車場で待ってるんさ。待ってるっていうか人来ないかなって。横浜ナンバー見つかったから、横浜ナンバーの人が来たら聞こうと思うんだけど、時刻は8時半です、夜の。もうきつい、これは待つのは辛い。待ってるだけのが一番辛いから。ちょっとね、お台場からね、横浜方面行くのって車じゃないと橋渡れなくて、レインボーブリッジ歩けるみたいなんだけど、そっち歩いていこうかな。ちょっと大回りになっちゃうんだけど、このまま待ってるだけだと夜のお台場初めてかも。やっぱ東京は夜は綺麗やな。で、今から何をするかっていうと、夜にレインボーブリッジを一人で歩いてみた。 YouTuber 的なレインボーブリッジを一人で歩いてみます。てか、そうしかないんですよ。神奈川駅方面レインボーブリッジからちょっと遠回りしていかなきゃ進めないんですよ。速報、暗くて見えないかな、やばい。で、今日は野宿するから、近くにあったマイバスケットって安いイメージがあるよね。11時まで営業だってめっちゃ助かるんだけど。火を起こせるかな。今日はね、ちょっと内側にすると暗くて見えないけど、カラー顔、今日はやばい。お台場の公園で野宿します。綺麗な公園でね、寝てたの。そしたらさ、12時にさ、パトロールしてる車が来て、公園は寝ちゃダメっつって起こされて。